本日はダイエットのメインやおつまみに使える鶏そぼろの中華炒めです。キャベツは1口サイズにざく切りにします。次に合わせ調味料の用意です。コチュジャン 10g、 豆板醤 5g、 ウェイパー 2g、 醤油 10ml、 料理酒 10ml、 ダマがなくなるようしっかり混ぜたら用意完了。ではいつも通りフラフォを用意していきます。今日は特にカロリー高い食材はないですが、それでも調理を控えることで食材を多く食べれますね。油の分食材を多く取れるのは素晴らしい。まずは鶏胸ひき肉を炒めます。塩コショウをお好みの量適当に入れます。キャベツを加えて軽く炒めたら合わせ調味料を加えていきましょう。キャベツがしなっとなって鶏肉にタレが絡んだら完成です。お皿に盛り付けたら終わり。量も多くカロリー低いのにタンパク質もしっかり入っててダイエットにもってこいのおかずです。タンパク質が多いご飯はあまり多く食べなくても満腹感を得やすいので、ダイエット中は高タンパク質を意識しましょう。ダイエットでの食事制限がきつく感じる人はタンパク質少なめ炭水化物と脂質中心の食事してることが多い。その炭水化物と脂質の割合を少しだけでもタンパク質に置き換えるだけで結構変わるので、ぜひ試してみてください。このチャンネルの再生リストはお茶碗一杯合わせても500キロカロリー以下になるダイエット飯、鶏肉料理、鮭料理、エビ料理といったような食材ごとの再生リストをどんどん増やしていき、皆様の体づくりの役に立つチャンネルにしていきます。チャンネル登録、高評価、コメントどれかしていただけると本当に励みになるのでお願いいたします。大人になって周りが結婚したらマジで遊べなくなるぞ。大学卒業するまでは大人からそういう話聞いてもなんだかんだ遊べなくなるわけないとか思ってた。ただ現実は社会人になると仕事して疲れて、しかもさらに年齢的な疲れも出てきて、そもそも遊びの回数が減り、そこにさらに家庭がプラスされるから、自分に家庭がないと年取れば取るほど絶望の未来しか見えなくなる。それでも俺には仕事があるから大丈夫とか思ってた時代もありました。でも同じように仕事をしっかり頑張っている人たちも仕事だけの未来にいい結末はないって薄々気づきつつ、逃げるようにさらに仕事をする負のループに入って抜け出せなくなって、お金はあるけど幸せとはなんだとか言い出す悲しきモンスターおじさんになる。